皆さん情報が早いですね。やっぱり一緒の業界で、ね、私の先輩として働いてか同じ業界にいた先輩なので、またその時じゃないお仕事で会えたら嬉しいなってすごく思います。引退する前は、引退した後がどうなるかとか想像つかなかった。どちらかと言ったら、まあファンの方が離れたらどうしようっていう不安とかがあったんですけど、引退してから全然ファンの方たちが変わらずに今も応援してくれることによって、まあ戻りたいとかってそういう風に引退したことを後悔はしてないです。もうありがたいことに、ずっと現役の時からもうファンも含めてですけど、いつもみんなアプローチしてくださってて、まあ、まず本当に優しいとか気遣いができる、その私が何か必要な時にすぐ気づいて、あ、何々いるとか、そういうケアがすごい人とかはやっぱりいいなと思います。そんなファンとかではいないですけど、やっぱ男としては、まあ、男性だからしょうがないと思うんですけど、そのボディタッチが多すぎるとかはあんまり私は好きじゃないです。 S タイプでも意地悪をすることがいいって思ってる S は苦手です。なんだろうな、ちょっと俺様とかは全然大丈夫なんですけど、意地悪、私が傷つく嫌なことをすることがかっこいいとか思ってる男性はちょっとそういう S のタイプは苦手で、 M の男性に関しては別に例えば何かをすぐ決めれないとか優柔不断な ところがあっても、私がそこを決めていいっていうタイプなんでしたら、もう全然そこは問題ないです。皆さん情報が早いですね。今そのちゃんとそれを2本第2を取るのを成功できるように、今なんだろう、段取りを組んでます。あ、もちろんです。やっぱり一緒の業界で、ね、私の先輩として働いてか同じ業界にいた先輩なので、またその時じゃないお仕事で会えたら嬉しいなってすごく思います。そうですね、前回台湾に行った時に食べれなかったのが、ケンタッキーのスパイシーのオリジナル、台湾のオリジナルスパイスの味があって、それを食べれなかったんで、まあ、今日の夜食べれたら嬉しいなっていうのと、あとは毎回台湾に行った時は絶対火鍋を食べるので、それも今回食べれたら嬉しいなと思ってます。38、9、みんなになんでそんな食べてるのに、どこに行ってるのって言われるんですけど、本当に食べることが好きで、マクドナルドで表現したら、ハンバーガー2個、ポテト L サイズ1つ、マックナゲット、マックフルーリー、アップルパイ、アップルパイと、ま、アイスクリームディップして食べるのが好きで、あとポテトもそのアイスクリームにディップするために、それが多いのかちょっとわからないけど。